今回は保険の必要保障額についてご説明いたします。あなたは万一の時に必要になるお金がどのくらいなのかをご存知でしょうか。その万一の時に必要になるお金、必要保障額を計算するための考え方をお伝えします。必要保障額とは、万一の時に必要になるお金から遺族の収入と貯蓄を引いた額です。保険金額を決める際の一つの指標になるでしょう。それでは、必要なお金と遺族の収入と貯蓄、それぞれの内訳を見ながら必要保障額を考えてみましょう。例えば、こんな家族を例に仮の数字でおおよその金額を概算してみます。夫35歳、妻32歳、2人の子供がいて年収が600万円の家族だとします。そして夫が亡くなられたとします。まずは万一の時以後の主な支出から。残されたご家族は今後も生活をしていかなくてはなりません。妻の生活費をそれまでの生活費の半分としましょう。それから子供の教育費などもかかってくるでしょう。またすぐに必要になるのが葬儀費用です。それらを合わせるとなんと1億6523万円になります。次に遺族の収入の内訳と貯蓄を見ていきましょう。この例では妻の月収が7万円で60歳まで働いたとしての計算です。そして遺族年金などの公的年金ですが、遺族厚生年金の場合このような仕組みになっています。公的年金や会社からの保証などはそれぞれの事情によって異なるので、保険を検討する前に確認されることをお勧めいたします。最後に貯蓄。夫が亡くなられる前に貯蓄がこれくらいあったとします。この例で計算すると遺族の収入と貯蓄は全部で1億992万円ですね。これで必要なお金と遺族の収入と貯蓄が出揃いました。それぞれの合計を比べてお金が足りなくなるようであれば死亡保険で補いましょう。この例では5531万円不足しています。つまりここでは必要保障額が5531万円となります。このように過不足のない最適な必要保障額を設定するには、ご家族の経済状況をしっかりと把握しておく必要があります。それぞれの家庭によって必要保障額は異なります。どこかでこんな例を見たのでは当てはまらないかもしれません。各家庭の経済状況を正確に把握すればするほど過不足のない必要保障額を決定することができるのです。しかし実際の計算はなかなか難しいものです。ですから現在の経済状況を保険市場に詳しくお伝えいただければ最適な必要保障額を算出いたします。まずはご相談ください。